皆さんお疲れ様です。ピーキチでございます。はい、で私ここ数日ですね、お仕事で北海道出張に行っておりました。そこから帰宅したところでございます。ただいまです。はい、でね、仕事終わった後とか結構いろんな美味しいお店とか巡ったりね、楽しんできたんですけれども、まあ、ね、最高でしたけれども、やっぱりね、お家すごく落ち着きますね。はい、じゃあとりあえず帰ってきたということで、一息つきたいお土産のね、ちょっとお酒を飲んでいこうかなと思います。やっぱり北海道といえばね、こちら札幌さん、札幌クラシックですね、グラスとともにゲットしちゃったので、ちょっとこちらでね、まあまずはね、やらかしていきたいと思います。それでは皆様お疲れ様です。乾杯です。はい、まあ、普段からね、僕札幌結構好きなんで飲むんですけれども、やっぱ北海道で飲んだお酒、あとこの札幌クラシック、たまんねえなーということで、最高でございます。はい、そしてね、ちょっとしたおつまみも買ってきました。新千歳空港でね、ちょっとね、出会ってしまったんです、このカニがね、ちょっと気になって買ってきました。ちょっとどんなお味なんでしょうか。はい、結構歯ごたえはいいぞということで、なんかですね、甘じょっぱい感じでコリコリ、なんかそんな感じでございました。最高です。はい、でですね、あとはこちら、ね、僕大好きなんですよ、酒とばちゃん。いつもコンビニで買うものとね、違ってすごくサイズが大きいですね。はい、ということで食べてみたんですけども、なんかすごく硬いですね。はい、ちょっと年取ったら食べるの難しそうですね。はい、でもね、これやっぱりめちゃくちゃお酒に合う、最高でございます。ビールが止まらないですね。はい、で北海道ですね、お酒も食べ物も美味しいものたくさんございました。まあ、仕事の合間合間で結構いろんなとこ行ったんですけれども、まあ、今度はね、ちょっとプライベートでがっつり北海道をね、楽しみ尽くしたいなということで、また遊びに行きたいと思います。はい、じゃあお腹減ってきたということで、お着替えしてですね、おつまみ作っていきたいと思います。今回は札幌ビールマンスタイルでございます。はい、でこちらね、さっきのお酒と合わせて買ってきましたガラナチューハイ、ガラナサワーか。はい、これでガソリンを注入して、気合も入ったところで、はい、早速おつまみ5品作っていきます。はい、本日はですね、せっかく北海道に行ったということで、ちょっと北海道名物も含めつつ5品作っていきたいと思います。まず一品目はですね、ブロッコリーを使った、ま、簡単な、ま、おつまみですね、作っていきたいと思います。はい、でこれがですね、ちょっと北海道で一軒ね、お店に行った際に、あのお通しでこんな感じのが出てきたので、ちょっと真似して作ってみようかなということでやっております。ニンニクのみじん切りと、あとオリーブオイルでございますね。ニンニクの香りが漂ってきたところで、今回は冷凍のブロッコリー使ってますが、ブロッコリーとあと唐辛子の輪切りにしたものでございます。こちらも炒めていきます。ね、本当はここにちょっとアンチョビとか加えてもね、美味しいかなと思ったんですけれども、ちょっとスーパー売り切れでございましたので、今回はなしで軽くね、塩を振って味付けしてみました。はい、あとはお皿に盛り付けて、こちら完了でございます。はい、ガーリックブロッコリーちゃん完成です。お酒にぴったり合うはずです。はい、じゃあ続いてはポテトサラダいきましょう。はい、ポテサラ私大好きで、数々もう何種類作ったかな、いろんなポテサラ作りましたが、また新しいポテサラを作ってみたいと思います。はい、じゃあじゃがいもちゃん、ちょっと茹でるのはめんどくさかったので、レンチンしていきます。はい、レンチンの間、先ほどの酒とばっちゃんまたいただきます。やっぱり硬いですね。でよく見たらですね、この皮が硬かったんですけど、これ剥いて食べるみたいですね。はい、まあでも皮も美味しかったです。はい、じゃあそんなこんなでじゃがいもちゃん火が通りましたので、お好みの硬さまで潰して、塩コショウまぶしてね、あの全体ね、混ぜていきます。はい、で味付けどうしようかなということで、まずマヨネーズ、あと牛乳ですね、生クリームでもいいかと思います。あとマスタードと粉チーズを入れてみました。はい、味見パクリということで、お、いけるぞ。はい、
じゃあこちらですね、あとはお皿に盛り付けて、でちょいとね形整えて、上に生ハムよいしょ、はい、そして半熟の卵ですね、あとはフライドオニオンと、さらにおい粉チーズブラックペッパーをかけて、こちらで完成、ポテサラでございます。はい、おいしそう。はい、じゃあ続いて3品目、アジを使ったおつまみ、味噌、ごま油、醤油、砂糖、ごまちゃんで、こちら味噌だれを作っておきます。こちらにですね、先ほどの、まあ、アジのお刺身ですね、こちらを加えて、よくね和えていきます。今回はアジを使ってますけれども、マグロとかね他のものに変えてもめちゃくちゃチョベリグ合うかと思います。で今回は海苔と一緒にね合わせて食べるスタイルで、刻み海苔をよいしょということで乗っけて、アジの味噌和え、海苔も添えたやつ完成。はい、そしてよいしょということで、はい、じゃあ大根ちゃん、こちらを使ったおつまみをいきたいと思います。はい、じゃあ大根ですね、まあ、適当に切りまして、皮をよいしょということで剥いておきます。はい、で一応まあどうだろう、この角っこですね、ちょっと煮崩れ防止みたいな感じで角っこもね切っておきます。はい、で、水を入れてきて、こちらに入れてですね、火を沸かしながら竹串が通るまで大根ちゃん茹でていきます。はい、じゃあそしたらですね、新しい鍋にお水、はい、プロテインシェイカーね、だいぶ使いやすいのでおすすめです。はい、ここに、和風のだしの素、醤油、みりんと、あとは塩をですね入れておきます。はい、じゃあこちらのねおつゆに先ほどの、はい、あの下茹でしておきました大根ちゃんを入れて、味がしみしみになるまで、火にかけておきます。で大体10分以上はやった方がいいかなと思います。やればやるほどね染み込んで美味しくなると思いますけれども、はい、じゃあこんな感じになりましたら、お皿に盛り付けまして、先ほどのおつゆもたっぷりとかけて、はい、ここで仕上げにとろろ昆布ちゃんよいしょということで、山盛りに盛ってとろろ昆布のせい大根のおでん完成でございます。はい、じゃあ最後いきましょう。北海道名物ザンギでございます。はい、ちょっとねフォークで鶏もも肉ちゃんに穴開けておきます。味がね染み込みやすくなるかなということでやってます。でザンギとね普通の唐揚げちょっと違い、ちょっと僕はあんま分かってないんですけれども、ちょっとザンギっぽい感じで、うん、なんとなく雰囲気で作ってみます。はい、じゃあそしたらですね、醤油、お酒、ニンニク、生姜で、今回はですねちょっと生姜を多めに入れてみました。はい、揉み込んでね、はい、よーく染み込ませていきます。で大体30分ほど置きましたら、こちら、卵ちゃん、あとは片栗粉多めで、あと小麦粉を少し加えておきます。はい、じゃあこちらもねよくまぶしておきます。はい、で揉み込んだらですね、こちらを早速ねからっと揚げていきましょう。いってらっしゃい。まあ、いろんな揚げ方あると思うんですけれども、今回僕は170度ぐらいの油でね、なんかいい感じで揚げてみようかと思います。さあどうでしょうか。よいしょということで、おー、いいぞ、なかなかうまそう。はい、じゃあこちら盛り付けて、あとはよいしょということでレモン、はいこちらですねゲットしましたので、手に入れたレモンをこちらね添えて、ザンギ完成でございます。はい、ということで出張帰りのおつまみセット5品完成でございます。はい、じゃあ次のお酒はどうしようかなということで、こちら自家製のレモンサワーでございます。つけてたことねすっかり忘れておりました。残りわずかですけれどもね、これもう何ヶ月つけてるかな、大丈夫かなまあとりあえず飲んでみましょうか。はい、じゃあこちらをこのねジャンボジョッキに入れまして、あとは炭酸ですね、強炭酸を入れております。はい、こちらで、特製レモンサワーですね完成でございます。あとはさっきのレモンも余ったのでちょっと入れちゃいましょう。はい、それではジャンボジョッキが素晴らしい、乾杯、お疲れ様です。はい、ではグビ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 ということで、なかなかねもうこの持ってるのも重たいですね、最高でございます。はい、じゃあ早速つまんでいきましょう。一品目、はい、居酒屋さんでねお通しで出てきましたガーリックブロッコリーちゃん、これがなかなかいける、このニンニクの風味がたまらない、
今回アンチョビ手に入らなかったんですけれども、またちょっとねアンチョビが入った際はちょっとリベンジということで、またアンチョビ編ということでまた作ってみたいと思います。ニンニクとレモンサワー最高に相性いいです。はい、続いてはお魚アジの味噌和え、海苔を巻いて食べてみたいと思います。これがいける。なんかね最近居酒屋さんとかよく行くと、なんか海苔で巻くスタイルのおつまみとかよく見るんですけども、今回私なりにやってみました。最高です。はい、そしてこちらおでんちゃん、はい、このインスタグラムでちょっとね同じようなビジュアルのものを見かけたので、今回ね真似して作ってみました。はい、ちょっと味付けはねピーキチ風になってますけれども、なかなかいけます。最高のお味でございます。まあ、おでんもねやっぱり酒に合う晩酌おつまみおでん最高でございますよね。はい、そしてピーキチのポテサラ、これは第何弾だろう。はい、とりあえずパクリということで、うまいな。ちょっとねこのマッシュめのポテトにあと生ハム包んでね、生ハムの塩味とねなかなか相性がいいんですよね。卵も素晴らしい。はい、そして北海道名物ザンギ、はい、ちょっとザンギのね定義がわからないので、ご存知の方ねいらっしゃいましたら教えていただきたいんですが、まあ、とりあえずパクリということでむちゃくちゃ美味しくできました。今回の特徴は生姜をちょっと多めにしたところでございますね。ちょっとイメージですけれども、ザンギはちょっと醤油ベースが濃いめの醤油味が、あ、なんかそんな感じなのかなと思ったんですが、ここに今回は強めの生姜に合わせてすごく美味しくできました。もう唐揚げちゃん、ザンギとお酒合わないわけがない。そしてレモンもかけて、このレモンはさらにレモンサワーに回収させていただくスタイルでお送りしております。いやーもう全然減らないですね。はいね、なかなかねいいサクサク具合になりまして、うん、ザンギおすすめでございます。はい、覚醒ということで。ちょっとようちゃんの決め台詞ね、あの使わせていただきました。はい、で今回もどれもこれも本当に美味しくできました。ちょっとね本当に居酒屋スタイルって感じのね感じだったかと思います。ごちそうさまです。でまだ終わりません。食後のおやつです。はい、今回片揚げポテト大好きなんですが、それの塩わさび味、はい、これなんだろう、期間限定かな、むちゃくちゃ美味しいです。私あの片揚げポテト大好きで、特にブラックペッパー味が一番好きだったんですけれども、これ塩わさび味超えてきたかもしれません。うわこれ大量に買っとけばよかった。もちろんお酒にもぴったりでございました。はい、ということで今回はこんな感じでした。気になるものございましたらチェックしてみてください。ありがとうございました。